はい、ということで2019年11月11日なんだ、出やがったな。本日もドラクエウォークやってるんですけど、本日としては試練の鍵がそんなに取ってないんですよ。っていうのはちょっと待ってくださいね、持ち物14個、途中で2個使ったかな、2と1をクリアしたかったで、要はなんだ報酬ありますが、そのためにこのミッションの報酬のためにこれも鍵受けたらんようにしとるんですけど、これのために確かやって2回やったから16個で、本日はもうバトルレックスは倒さずにそのまま、本日月曜日ですがね、11日、木曜日の2時だったか3時だったかそこで変わるもんで、それまで鍵を貯めていこうということなんで、もうあんまり壺割りをやめてこうやって道中の敵を倒すようにしとったんですよ、本日は。だから心巡りとか全くしてないですね。いや、なんで心巡りしないって、もうミンドラで本日全然いい、ね、周りがネタがなかったんですよ。それでも移動時間、これがねどんなもんでしょう、3時間ぐらいで壺割りせずに鍵14個、意外にいいんじゃないですかね。意外にあれだね、ただ心集めしてない、全然あれですけど、ね、それよりね、ああ、論より証拠。まず見せましょうか。まずやってみましょうか。ちょっと一回戦ってみようか。戦ってみましょうか。オートで。心は後で見せますとして。一応これ、バトルレックス全部つけたんですよ。バトルレックスとピエロ。で、戦闘のたけしだけ、バトルレックスの S。それ以外は A。だから最後、6444か回復が。ほんで、ピエロがおるんで、毎ターン 4と2だったか、こんな感じで終わります。6、4、14、4でしたがね、日記が14なのは、あれ持っとるから、なんだ、癒しの風打つやつ、なんとかタルト、食べ物じゃないよ。こんな感じで、MP 回復デッキ、こっちの場合デッキじゃないな、いつもデッキっていうのは、パーティーを作ってみたんですけど、装備はね、これはな、こいつ、日記が光のタクとか、これ持っとるんで10回復。やっぱこれは何 ?MP 回復つけるより、この光のタクとあるだけで、MP なくならんすわ。なくならんというか、一番耐える。1時間ぐらい持つね、これはね。いや、連続対戦して、なんだあれ、匂い袋か。使ってもこれはいいね。これを、この手の装備が欲しいね。あとね、2、3本ね。これがあると逆にこの心がいらんぐらいですね。で、心を、全体的にいきますと、これバトルレックスの S とピエロの S。 ただやっぱこれやりましたけど、これでなんとか MP 回復、本日どんなもん、2時じゃなかったか、3時ぐらいだったかな、 MP 回復復活しとったのかな。1時とか12時は回復しなかったですね。そんでつけたんですよ。だけどこれやっぱたまにね、はやぶさ切り打ちます。装備がね、一応羅刹のコンボを入れとる、真空蹴りしたいもんで、ていうか盗賊で40まで上げて、なんたなんとか勝ったかな、あれを覚えさせようと思って育てとるんですよ。はやぶさ切りはいらんね、正直私的には。これを何、周回じゃなくてボス戦で使うなら別ですけど、周回だったら A でいいかなって。はやぶさ切りが逆に邪魔する、たまに撃たれるとめんどくさい、やっぱ全体攻撃してほしいもんな。それで武道家じゃないな、これは魔法使いがピエロとバトルレックスで、魔法使いなんでヒイラギ入れて、まあ、A でいいんじゃないかな、正直。これがあれね、 MP 枯れない仕様なんで、ピエロも B にしてバトルレックス A で、さっきのタクトあるもんで、これが一番あれだね、持ちますね。もう多分ずっと対戦しとれる。やっぱ武器だね、武器をあと3本欲しいね、手の武器を。でこれが僧侶にしたんだ、魔法使いが終わったんですって。でコスト的に足りんもんで、ピエロとバトルレックス2体。こんな感じでやっとんですけど、まあまあまあいいんじゃないかなって。もうちょいちょっと詰めてやってみたいですけど。だってバトルレックスの、S と A、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 A。あれ、バトルレックスの A、あった。比較すると、まあ確かに素手は違いますけど、めちゃくちゃこれそんな無理に、取るかっていう、素早さが10ぐらい違う、11違う、清さ8、そこら辺をでかいと取るかどうかですけど、微妙ですよね。で特殊効果見てもね、斬撃体技が 1% 違う、 MP 回復は2違う、
ね、属性耐性とかここら辺がパーセントいいっていうのは確かに分かりますけど、私的にこのハヤブサ斬りがいらないんだよな、これが。これなくて左の性能だったら狙いたいけど、私この S 取るのめっちゃ疲れるよ。私これ S 引いたらいいんですよ。これ S 引いてなかったらあれだよ。A4 体で、またあれですよ。ずっとバトル X 戦やっとらなあかんすよ。A4 体の方が周回用にいいんじゃないかな。私みたいな使い方する人なら、こんななんか変な使い方するなら。ボス戦とか使ってなんか他の用途にするっていうなら話は別ですけど。だってこれ、バトル X の S で、ちょっと待ってくださいね。力にしてやるな、これ。誰と比較した方がいい？まず、キングスライムと比較します？キングスライムは確かにいいね。速さは違うな、これはな。違うな、ここら辺はあれだな。完全軍配上がるな。そうだな、体力ぐらいだもんね。体力と守りだけですもんね。特殊効果見てもそうだな。斬撃体技 7% 一緒なら。ハヤブサギをどう取るかですよね。欲しいと取るのか。これがハヤブサギとかじゃなかったらね。他のもっと強い攻撃とかだったらなんか考えるけど、微妙だなと思うけど。そこまでなんかあれかなーって。MP 回復6は確かにでかい。これ毎ターンだったらみんなあれだろうね。こぞって集めるだろうね。そうだな。そうするとバランス崩れるもんな。なんで、ここら辺はあれだね。ボス戦使うのはキングスライムの方がいいんじゃねえかなーっていう私的には結論ってことで。で、キラーマシン、キラーマシンで比較あれか。対象にならんか。あ、根本的に質が違うだかんか。力とかでもあれか。防御そんな変わらんのだ。体力はキラーマシンの方が多いか。素早さは当然違うの分かるな。キラーマシンだもんな。ちょっとこれ比較対象にならんな。ここら辺もな。そうだな。斬撃体が向こうにでかいもんな。一番近いとこやっぱあれじゃないっすの。あいつあいつ。あの、ホーク。ホーク先生。こんな感じですもんね。体力と素早さが少ない分、何が多いんだ？攻撃と防御が高いってことか。器用さも低い。トータルにするとこれホークの方が高いんやから、ホーク S にしたら多分あれだな、ホークの方が上回るでしょうね。で、特殊効果でいくと、そうだな、ホークの方があれだな、これは抜けとるな。 MP6 回復をどう解釈するかですね。それがね、補って余るって思う人はバトル X の方がいいかもしれんですし、ただホークの代わりにはまああれだな、ホーク集めるのめんどくさいもんな、あれ。ほんとおらんもんな、あれ。希少生物さんもあれは全然出てこんもんな。いや、本当に。確定も取りに行くの難しいぐらいですね。まあ、そんなんで、私的にとりあえず、こんな、ね、アンポンタンな、ピエロとレックスで、ピエロをこれ S を4体作ろうと思ってます。あと S が2体か。今 B なんで、これ4体作って、マニアックでしょ。ほんで、ここの最後のピエロとバトルレックスが S と A 入れますがね。で、ここの、この1体のとこに、キングスライムとか、あれ、キラーマシーンとか、ホークとか、ドージとか、その職業に合わせたのを入れようかな、なんて。もう完全周回目線ですね。まあ、そんなんで、あれ。試練の鍵はとりあえず貯めていこうかな、って。木曜日に来ますがね。で、これ多分今のペースでいっちゃうと、1日10個ぐらいは多分溜まってくると思うんですよ。なんで、もっと逆に移動中オートにして、壺割りをせずに、集めないようにしようかなって。で、心巡りの時でも、できるだけ戦うようにして、心の近く行った時だけ、オートをやめて、徘徊するような感じにしようかな。だから、オート中心で行って、ここあれか、木曜日ぐらいまでは行こうかなっていうところで、なんかこんな変なパーティーにしたんですよ。一番低いところへ。魔法使いがやっぱ MP 枯れんで育てたいんですよね。で、盗賊のあの武器が欲しいかなって。あれがいいなら逆に全員盗賊にしてもいいかなというところで。まあそんな感じで本日もやってきましてということで。まあぼちぼちね、あれ、お、ピエロ一遍行ってみますか。これで終わりましょうか。ピエロマニアだね。ピエロ欲しいでずっとここにおるんですよ。4の9。出てこん、希少生物の悪魔神官と。あいつ出てこんもんな。一日何回見るかだもんな。ほら、これ、ハヤブサ斬り打ちますことない？これがめんどくさいんだから、S、私的には A でいいよなって。A を無理にもう一体作る必要もないし、ね、鍵貯めとこうかなっていうのは、まあそれが結論かなというところで。こんな感じですね。もうちょい強くなると1ターンで全部倒せるんじゃないですか。ハヤブサ斬りが邪魔だな。あれ蹴ってくれた方がいいな。蹴ってくるかなんか、イオラとか打ってくれた方がそっちも楽だもんな。まあそんなんで、こんな感じのデッキで、デッキじゃねえね。こっちパーティーですね。鍋も間違っとるね。で、そんなんで、まあこれもやらずに、
鍵もありますけど、まあ貯めていこうかなということで、このウォークモードこれ周回にしてということで、こんな感じでやっていきましょうということで、はい、ということで、そんな感じで以上、本日2019年11月11日、今試練の鍵をぼちぼち集めたんですけど、バトル X 戦はやめて貯めて、なんとか A3 体、A4 体、S1 体おるんで、もう早ぶさ切りがめんどくさいですけど、そこら辺のパーティーをね、ピーロと作って、まあ遊んでいきますということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。